鳥山明の絵がすごいっていうのは、まあ、日本中の人知ってますよね。いや、すごいですよ、はい、すごいですよ。4番出してもらっていいですか。もうね、当時ね、ドラゴンボールの前ですけど、まあ、そのアラレちゃんの時にもうそのこの画集が出て、もうどぎも抜かれたんですよ、みんな。マジかって、ね、これちょっと頭おかしいんじゃないのっていうようなやつ出ました。生きてるみたい。そうです。で、5番出してもらっていいですか。で、まあ、当時やってたアラレちゃんもそうなんですけど、あの漫画なのになんでこのイラストカラーとかイラストとかも本域のやつがバーンと表紙に入ってくるわけですよ、ね、うん、で、まあこれみんな驚愕したわけですよ。こんなのいるのかよっていうようになったんですよね。で、実は鳥山明さんはルーツが、まあ、いくつかあるんですけど、これ、6番出してもらっていいですか。まあまあ、これよく見てみるとすごく分かりやすいんですけど、6番見てもらってよく分かるんですけど、まあね、アトムの髪型と、悟空の初期の髪型めちゃめちゃ似てますよね。確かに、なるほど、確かに、うん、で、アトムの前にはミッキーマウスがいるんですよ、うん、で、あの鳥山先生は手塚治虫の漫画のその模写も死ぬほど知ってるんですけど、特にロボットのやつ、アトムに出てくるロボットの模写を随分してたらしいんです。だからアトムのに出てくるロボットっぽいものと後のスターウォーズパロディでスターウォーズに出てくるメカっぽいっていうのが合流するんですよ、鳥山明で。で、そこであとその時にあのみんなが欲しかった車とかが出てきて実在の、うん、で、この人はその家でお金もらえないから欲しいものが買えてなかった時は徹底的に描いてたらしいんですよ、絵に。欲しいものは書くっていう人だったでしょ、これウィキ情報なんですけど、で、それを徹底的にやるともうこの車欲しいなと思ったらもう死ぬほどリアルな車を書く人だったっていう、ね、うわーすごい。そうですね。で、それで101匹ワンちゃんをむちゃくちゃ描いてたらしいんですね。だからね、101匹ワンちゃんの絵をめちゃめちゃ描いてたらしくて、で、欲しかったんだ、わかんないけどね。でも、で、つまりね、どういうことかっていうとね、ディズニーの絵からスタートしてる。で、手塚先生もディズニーの絵からスタートしてる、うんうんうん、で、この人たちは立体派なわけですよ。で、うん、ディズニーってアニメなんで、まあその、うん、もともと 3D で意識した絵を描くわけです。でも漫画由来って浮世絵由来の絵もあるんで、はいはいはい、つまりその二次元として、つまり 3D に起こせないような漫画っていうのもたくさんあって、うん、あれがまた日本の漫画の良さでもあったっけ、デザイン化していくんだけど、うん、でももう鳥山先生はその基本的な基礎の部分にこれがあるので、まあ立体的になるんですね、うん、で、まあ口の中をしっかり描くのでおなじみっていうね、あの歯を描くっていうね、それはあの前あれですね、あのヤンさんの公式放送の時に、あれですね、ニコ生の公式の時に説明しましたけど、うん、口を開いた時に歯がしっかり見える絵を描いた人は初めてだっていうことをまあ言いましたよね。で、うん、で、まあそのこれだけじゃないんですよ、まあ、明らかにこの人の影響あるなと思う人は何人か、まあ、アメリカのイラストレーターにいるんですけど、7番出してもらっていいですか。まあまあ、なんとか見てもらえばすぐ分かると思うんですけど、ノーマン・ロックウェルですよね。おい、あ、ロックウェルの、まあ、抜きの部分と緻密に描いてる部分と、あと移動してる感じと佇まいみたいなもの、はいはい、で、これが、まあ、まあ古き良きアメリカみたいなものを賛美してる。で、80年代ってあのね、フィフティーズブームだったんで、鳥山明先生が出てくる時代って直前までなんとかな、アメリカ黄金時代ってイケてるよねっていう時代だった。だから音楽もキッスは目にしてとか、ちょっとフィフティーズがむちゃくちゃ流行ってて、チェッカーズが出てきて、で、まあ、シャネルズが出てきてっていう時代で、まあ、みんなそのなんとかな、ヤングアメリカンだった時代なんで。なるほどね。うん、そう。で、それのなんか代表格としてのロックウェルみたいなものにすごい影響を受けてるのはすごいわかりますよね。で、もう一つ8番出してもらっていいですか。で、ロックウェルはまあいろんなものがうまいんですけど、やっぱメカもめっちゃうまくて、こういうのも書いてた人なんで、まあ鳥山だよなっていうのはすごく思います。